動画は、後ほどアーカイブで残そうと考えています。家具を日頃中心にご紹介しているんですけれども、こういった小物も、ご紹介いかがでしょうか。ご興味ありますでしょうか。今私が持っているのは、シボレーのサバーバン。車好きだったらご存知の方も多いと思うんですけれども、1950年の車です。なんか中国製みたいなんですけれども、扉もしっかり開きます。このようにながらタイヤの一箇所がこんな風に、欠けてるんですけれども、なんか本当に今まで走ってたかのようなそんな雰囲気です。こういうのってネットでご紹介するのっていかがでしょうか。ご興味あれば、意見とかいただけたら大変ありがたいです。続いてはロンドンバス。ロンドン行かれたことがある方だったらご存知だと思うんですが、2階建てのバスです。先ほどに比べてサイズは、まあ、こんな感じかな。手で乗るサイズの、バスです。これもチャイナ製だ。こっちもチャイナ製です。よくできてると思います。動画はアーカイブで残すので、もしご興味ございましたら後ほど見ていただけたらと思います。あ、もうせっかくなんでこんなの、私これ今日ちょっと見た中では一番グッとくるんですけど、ブリキのロボットで、オーナメントなのか、こんな感じです。こんなん面白いですよね。ちなみに手も動きます。こんな風に。今日は赤いものを中心に、ご紹介しています。サバーバン。ブリキのおもちゃ。まあ、日頃家具を中心にご紹介している私なんですけれども、こういうのもちょっと面白いかなと思いながら、これはコカ・コーラって書いてますね。コカ・コーラの、あ、これもちょうどオリンピックの時じゃないんでしょうか。バスがあったり、これボクスターですね。これも確か開くんですよね。あれ、あ、ほら、こんな風に開きます。あ、開いてない。しっかりタイヤも入ってます。こういうのもネットでご紹介しようかなとも考えています。いかがでしょうか。赤いものを中心に今日はご紹介しています。そして面白いとこで言うと、これちょっとよくわからないんですけれども、ドラえもん、ミラノのセリエっていうんでしょうか、そこの、もので、ちょっと見えにくいと思うんですけど、ドラえもん、こういうのもあります。今日は赤いものを中心にご紹介しています。ロンドンバス、こんなもの、オーナメント、こういうのもあります。ちなみに手も動くんです。これ面白いですよね。どうしても部屋にいる時間が長くなったっていうところで、こういった小物もご紹介できればなっていうふうに、考えているところです。車であったり、あ、いつも拝見します。この間、BO の、修理しようかなと思って、今この部屋にもあるんですけれども、ベオラブさんの、ね、サイト拝見させていただきました。すごく面白かったです。いいんですよね。こういった赤いものを中心に今日はご紹介しています。家具については、連休中には、新しいもの、ケアフォルムだったり倉俣さんのもの、ご紹介する予定です。今日はこんな小物を、もし皆さんご興味あれば、動画で
いや、私めっちゃ尊敬してるんですよ、実は。何か、困ったらご相談させてください。BO といえば、ベオラブさんに今なってます。で皆さんもネット検索されると、ベオラブさんの、ウェブサイト、確かブログかな、出てくるんですけれども、オーディオ好きな方とか、ハイセンスな方、ぜひ一度ご覧いただけたらと思います。この動画の概要欄に、YouTube の概要欄に、リンク貼っておきますので、よかったらご覧ください。こんなのもあります。で今日はノルの、ちょっと状態が避けてたりするんですけど、その椅子も、後ほどご紹介できればなと思ってます。で基本的には私家具を中心にしてるんですけれども、今までも、自分が乗ってたミニクーパーの強小のものだったり、そういったものはサイトにアップしてたんですが、なかなかやっぱり反応があんまり良くなかったんで、もしご興味あればなと思いながらもいます。動画は後ほどアーカイブで残す予定ですので、その時よかったら見てください。あ、そうだ、今度はしっかり商品、こんな例えば連休中、例えば私ケアフォルムとかも紹介したいなと考えているので、また改めてご案内させていただければと思っています。せっかくなんで時間見つけて紹介する予定ですので、ご興味ございましたら気兼ねなくご連絡ください。今日はこんな感じで終わります。ありがとうございました。